ソードアートオンラインフェイタルバレット。はい、お楽しみ。見ようぜ。近づけるかな。向こうじゃない。ありますね。はい。でここで僕が設定した勝手なアバターがそうですね、完全にあのなんか怪しいやつですよ、怪しい一つ、はい、首からしたらすげえ普通の上が怪しい一つ、お面かぶってみたいですね。でここの端末で、クエストを受注することができます、はいはい、あれ皆さんなんか後ろになんかいる、いないんですよね。え、なんかいます、なんかいます、なんかいます、いや。でここで、はい、まあ、表示切り替えなどをして、はいはい、まあアイテムがもらえますので、はい、例えばレベル67、まあ、強そうだなけどアイテムがいいものをドロップするなとかを、まあ、見ていただいて2位に選んでください、はい、あの武器が強化をしたりすることができて、はい、まあ、その素材のアイテムだったり、あと衣装を作るために必要なアイテムだったりするんで、はい、まあ、やってもらえるといいかなと思って、はい、基本的にはそのお金ももらえるんで、お金も、はい、もう一回ちょっと見せて、はい、ゲームのサイクルとしては、うん、もちろんフィールドに出て戦うんですけども、うん、こういうサブクエストを受けられるんで受けて、はい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 、ですね、でどんどん受けちゃってもいいですよ、1個だけじゃなくて実はたくさん受けれます、たくさん受けられます。じゃあいっぱい受けて出た方が、はい、で生息地が若干違かったりもする場合もあるので、はいはいはい、そこはちゃんと確認して、そこは確認していただければ、はい、いろいろ下の方にも、はい、いっぱいあるので、はい、受けていただいて倒していただくと資格をしてみて、はい、頑張ります、うん、ではクレジットがもらえると、お金なんでクレジットは、はい、でそこで、もらうことで、要はより、高価な武器を、もらったりとかですね、うん、いろいろなんかことに使えるんで、まあ、ぜひサブクエストが1回クリアしても実は何回もこれ受けられるようになっているので、できるだけ受けて、まあ、フィールドに行って、まあ、戦って目的を達成したら戻ってきたときにまたクエストを受けてもらうみたいなサイクルだといいのかなと思ってます。じゃあ次はアイテムか、はい、アイテムですね。でここで武器を変えますと、はい、武器種は今までご紹介させていただいたハンドガンでしたりショットガン、はい、サブマシンガンなどがここにあります、はいはい、で左側の方のアイコンマークがあるんですけども、はい、まあ、そこで、まあ、サブマシンガンなのかスナイパーライフなのか、はい、これがサブスナイパーライフですかね、はい、を示してますので、はい、まあ、これだとそうですね、はい、やって、資格ボタンを押しましょう、はい、要求ステータス、うん、はいはい、STR8 以上、DEX15 以上ってなってるんですけど、はいはいはい、まあ、要は武器によって、はいはい、まあ、例えばこれはハンドガンなんですけど、はい、これ上行ってみましょうか、ソード、ソードですね、やっぱ DEX が必要だったりとか、うん、例えば上のロケットランチャーは、はい、STR が必要、はいはいはい、で上のあのガトリング行ってみましょう、ほら、うん、STR がすげえ必要ですね、そうですね、はい、もうそれ33だ、はい、いや要はそのレベルによってまた違ったりして、でこれって実はあの右上にコモンって書いてあるんですけど、はい、レアリティがかなり、なるほど、中にエピックとかレアとか存在していて、実はステータスが何も入ってないですよ、まだ最初の状態って、はい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 、これ四角で、これメモリーチップっていうのがあるんですけど、はい、何にも開示されてないんですね、はい、でもボスとかドロップとかすると実はここに要はリロード時間ちょっとタイム減少とか、はいはいはい、まあ、いろんな能力がつくんで、まあ、実はこれ店で買える武器に関しては、はい、実はもう応急処置みたいな、うん、ああなるほど、基本的にはじゃあフィールドに出て倒してそのドロップ、はい、そうですっていう方がいいってことですね、はい、要はスナイパーライフルがどうしてもちょっとないから一応、はい、欲しいなみたいなところは買っていただいても大丈夫、はい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 、あとは試験的に使いたいなみたいなところですね、なるほど、はい、で、次の横ですね、はい、じゃあ、はい、でこれ武器を選んで次は銃弾を買わないと、はいはい、銃だけだとフィールドに出ても、はい、まあ、攻撃できないので、はい、銃弾をここで購入して、はい、フィールドに出ていきましょうと、うん、でこの銃弾はショップで買えることもできるんですけど、うん、まあ、マップでフィールドに出てドロップもできますので、はい、まあ、ご安心ください、はい、ただ、まあ、結構なくなることが多いので、まあ、結構そう余裕を持ってはい、うん、フィールドに出た方がいいですね、はい、で、まあ、こっちの衣装にあります、はいはい、赤いのにもなんですか、これは、要はレアとかコモンとかの違いですね、アンコモン、右上の方に書いてます、ね、で実際に衣装で能力がすごい変わるわけではないんですけども、うんうん、はい、特殊な能力がついた衣装がそのコモン、アンコモンとかレアとか、要は上のエピックみたいな形になるんで、まあ、そのあたりはですね、実はいろいろ作っていただいたりとかドロップアイテムで探してもらえると実はいろんなものが出るかなと思っ
出ますと。はい、はい、ございます。じゃあ早速これ行きましょう。ちなみに今玉切れになったらどうするの、はい、っていう、戻ってください。それか実はの、ね、弾自体は敵からドロップもします、うん、あなんで、まあ普通にやってたら困んないんですけど、はい、僕はプレイしてたら、はい、結構長時間1時間ぐらいフィールドで挟まれてたら、うん、あ、弾切れたみたいな感じになりましたね。ただそのフィールド上で一応武器変えられるんで、はい、要はアサルトライフル使ってて、はい、弾切れたからサブマシンに変えようみたいなことで、サブマシンガンの弾はいっぱい持ってるから、はい、みたいなこともできるので、はい、まあ、別にずっといても大丈夫です、はいはい、これちなみにソードは弾切れってない感じですか？ソードはないですね。ソード一本あってもいいんですけど、大変な感じですね。はい。そうですね。はい。では早速フィールドに行ってみましょうか。はい。はい。お願いします。はい。でここからマップ上からフィールドに出ることができまして、はい、まあ、ファーストトラベルというんですけども、まあ一瞬で移動できる機能ですね。はい。でここから行くんですけど、今日はここからも行けるんですけど、はい、転送ポートから行ってみましょうか。はい。はい。残影の荒野。あ、ここしか行けないよね。じゃあファーストトラベルで行きましょう。そうですね。はい。はい。一旦じゃあちょっとパーティーの紹介なんですが、アファシスとクレハとゼリスカ。お、すごいバフをかけてますけど。いいですね。ありそういいですね。はい。実際に行ってみましょう。はい。お願いします。今装備している武器は何ですか？これ今ショットガンを私装備してます。お、いますね。こうしましょうか。でもう一つは僕は、はい、ソードを装備します、はい、でこの空中にいる敵をソードを当てるのは結構届くんですけど、はい、すごい、こう近づいていかないと攻撃当てることはできないんです、はいはい、なので、まあ、こういった敵には、まあ、銃で攻撃をしていくと。なんでね、アワシの攻撃しますね。余裕だったね。はい、よしではどんどん行きましょう。はい。フィールドもまあ広めになってまして、うん、右の方ですと砂漠ですね。広め、はい、広いです。広め、あ、なんかもう結構広そうですね。はい。でこっちに行くとアファシスが何か言ってる。仕方しましょう。大丈夫です。アファシスはそういう扱いでいいんです。マジで分かりますからこれ、この僕の意味が。ただ仲間を呼ぶというコマンドも実はありまして、はい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 、これで、そうですね、みんな集合でしたり、はい、まあ、各自判断みたいな指示を出すことができます。すごいミミズが出てきました、ね、はい、このワーマンとかミミズ、まあ、ワーマン、まあ、ガンゼイローナー自体がですね、はい、バレットサークルっていうのがあって、はい、あとエイムアシストっていうのはすごい強めについてる部品でもあるので、まあ、一応今回 RPG っていうところもありまして、はい、まああそこの緑の枠にあって、はい、やると大体その当たるようになってますと。でショットガンに関しては、かなり近距離では使いやすいので、まあ、今みたいな戦い方をして、まあ、雑魚敵を倒すみたいなことは非常にメリットが高いんじゃないかなと思ってますね。はい。で右下の方に、ドロップしたアイテムでしたり、はいはい、経験値獲得しましたっていうのが出てますので。あ、左下ですかね。はい、はい、ですね。でバフの効果もここに現れてますので、はい、まあ、今自分がどんなバフ受けてるのかっていうのはここで、まあ、確認をしてみてください。はい。どんどんいきましょうか。上のマップの横にある今22って数字があるじゃないですか。はい。これは何なんでしょう。これはですね、はい、いいことが起こるやつです。いいことが起こるやつ。はい、いろんなことを報道すると、はい、実は勲章みたいなやつがもらえるんですよ。はいはいはい。これで三角ボタンを押すと、はい、いいね、いいねってなるんですよ。大活躍だな。はい。まあ、どっか聞いたことあるいいね。そうですね。で、いいねをするとですね、はい、勲章がもらえて、はい、まあ、アタックとかサポートした勲章っていうのがもらえるんですけど、はい、実はそれがですね、ソコスのロビーで、はい、アイテムと交換できる仕組みがありまして、まあ、あとはその、これが100になると、バフがつくようになっている。いうところもあるんで、そのあたりも実はですね、まあ、後々詳しく説明していきたいなと思ってます、はい、で意外に広いんですよ。そうですね、はいはい、その奥に行きましょうか。はい。でですね、実はこれまっすぐ道なりに今進んでいるだけなんですけど、はい、実際には
ちゃんと探すとですね、はい、ネームドモンスターがいたりですね、要は賞金組の、はいはい、プレイヤーキャラクターと言われる、まあ、NPC なんですけどね、はい、敵がいたりとかですね、はい、まあ、そいつを倒せたりしたり、そいつしか落とさないアイテムっていうのがあるんで、はい、まあ、実はくまなく探していただけると、いろんな、ところの、出会えるんじゃないかなと思ってます。はい。はい。どこ行ってる？今は、どこ行ってる？オアシスに向かってます、ね、オアシスに向かってます。下がちょいちょい気になるんですけど。下？あ、よく喋りますよね。太田さんがオアシスに対してメロメロだっていうことは分かりましたよ。はい、ありがとうございます。すまん、え、ちょっと冷たくないですか？もう冷たくないですか、今太田さん。なんて言えばいいかなって。なんて言えばいいかなって。ちょっといいコメントしてくださいよ。すいません。気をつけます。はい。お、強いやついましたね。強いやついた。はい。ネームドってやつですか？いや、これはネームドじゃないですね。ネームドじゃないですね。普通の敵ですね。なんかやべえ、なんか。うろうろしてますね。ちょっとまずは、みんなを集めてから。ゴリラっぽいやつもしよし、はい、戦ってみますか。はい、どうぞ戦ってみましょう。全く減ってないですね。だいぶマッチ強い、硬い。まあ、中にはですね、結構広いフィールドなんで強いモンスターが歩いてる場合がございますと、はい、なので、そういう時はみんなで協力して戦っていただいて、めっちゃ無効でいきましょう。はい、そうですね、アマスがもうアマスやられてます、ね。はい、まあ、ああいう風にプレイヤー、そうですね、テリスカが、アワシスが死にますね。こういった場合は、三角ボタンに蘇生ができます。はい、はい、よし、クエッタ聞かれましたね。今、多分クレハのところに行ってるね。あ、うん、まあ、クレハ狙われてますね。あ、主人公もゲージが黄色くなりました。だいぶ持ってかれました。で、実際には、ですね、右下の、まあ、はい、ショットガンだけではなくて、はい、スキルを使うことでですね、まあ、いろいろプラスの効果が、そうですね、これ3人ともやばっ、パイセン、パイセン、やばい、早く誰か、誰か、あ、死んじゃいました。なんで拍手。申し訳ないです。いえいえ。で、死んでしまうと、まあ、このようにリザルト画面が出てしまう、まあ、出てきてエネミー討伐の数でしたり、はい、まあ、クレジット獲得したクレジットが表示されて、死んでも一応もらえるんですね。はい、で、さっきちょっと死んでしまったんですけど、はい、一回総督府ロビーに戻りたいという場合は、はいはいはい、先ほどのファーストトラベルで戻っていただいて、はいはい、バトル中には実は経験値とかは加算されていかないので、はい、ここちょっと注意なんですけど、はい、なんで、あ、なるほどなるほど、一回ちょっと総督ロビーに戻って経験値を、はい、もらって、はい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 、でステータスを上げていくと。ああ、なるほどなるほど、はい、じゃあいきなりこう、はい、マップ中にレベルが上がって、あ、なんか全開したみたいなことはないってことですね。はい、そうですね、そうですね、 HP が回復する手立てが非常に限られてるんで、はい、まあ、スキルも含めてあるんですけど、はい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 、まあ、その部分で、まあ、非常に、困った時は総督府に帰るという判断をしていただいて、はい、もういいのかなと。なるほどなるほど、はい、はい、では次のエリアも行ってみますか。そうですね、サンゲーの荒野行ってみますか。せっかくですね。これ一応やられて戻りましょう。戻ったらもう全開してる感じなんですかね。はい、全開してます。一応デスペラはないですね。デスペラはない、はい、さすがにちょっと RPG 度部分は、うん、結構注力してるんで、はい、あると、そうですね、すげえ上が気になるけど、まあいいや。そうですね、デスペラーじゃないですね。はい、はい、で、はい、ないので、まあ、気軽に遊んでいただいても構いませんし、はい、まあ、強いモンスターにですね、うん、挑んでも、やられて帰ってくるだけでも経験値とお金は手に入っている状態なので、まあ、そこも含めて遊んでもらえればと思います。はい、スナイパーライフどれぐらい離れても狙えるものなんですか。結構です。結構ですか。はい、ちょっと試してみましょうか。試してみましょうかね。できるんですかね。こっからとかですね、この距離でも重要ですね。ただ実はですね、スナイパーライフルは、はい、このエイムをしなくてもこういう合わせられるんですけど、はい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 、実はこの真ん中のレティクルじゃないですか、
真ん中の丸いやつがですね、小さくならないと、あの命中率がすげえ悪くなるんですよ。そうですね、はい、そこはなんか原作とか、バレットサークルがでかいと当たらないっていうのがあるんですよ。なんで動き回りすぎると、そんなに実は当たらないですね。モンスターとかでかいんで当たるんですけど、人型とかだとあんまり当たりづらいですね。なるほど、なるほど。フェイトを散らしてくれ。はい、散らしてくれ。正直これはショットガン対応しましょう。今パーティー4人、まあ、3人連れてきて4人なんですけど、まあ、あの1人でももちろんフィールド出られますし、アマシスと2人で出るっていうこともできます。エスペナは圧倒しかった、そうですね。意外にですね、これあの、まあ、僕らもやってて、フィールドにですね、1時間ぐらいこもれるんですよ。はいはいはい、やってて、はい、死んだ時の消失感確かにマジでレベルも全部上がってねえしっていう消失感。あ、ちなみにこれあのロビーに戻らないとレベル上がらないんで、あの完全な消失感がきつかったんで、ちょっと1回レベルはかなり緩くさせていただいたっていうのが実情です。本当の中にあの強い敵が出てくる可能性もあるんで、まあ、そのあたりは何回もやってチャレンジしてもらいたいなというところでやらせていただいてる感じで、途中でちょっと銃弾がなくなってしまったっていうのも、はい、まあ、もしかしたらあるかもしれませんので、はい、そしたらもう逃げるだけそうですね、はい、そっちにちょっと強めなネームドエネミーがいますので。これあの TGS の体験版でもお見せしたところなんですけど、はい、そうですね、あのレベル実は今主人公50ぐらいあるんですけど、60ぐらいあるんですけど、大体レベルいくつだ、4とか5とかなんですけど、本当にあの実はあの暗いすぎるとやばい。もう今めっちゃ南がヘッドショットと暗くて上の方から狙われてますね。でこういう敵にはですね、さっきみたいな敵は実はグレネードを投げると、はいはいはい、今盾持ってたんですけど、吹っ飛ばしていけるんですよ。投げる。こっちがグレネードですね。で地雷とかも実はあのガジェットっていう武器であるんで、はいはいはい、使っていただいてもいい。来ないよね。全然追ってこないですよね。いやいや、テンパってます、テンパってます。動きました、逃げました。あ、後ろに。あ、出しました、ね。はい、で、ドロップアイテムがあるんですけど、はい、あれを近づくと、あのアイテムをゲットすることができます。はい。で、実際にあのゲームではですね、メインストーリーに進めながらですね、はい、あの横にサブクエストっていうのもさっき受けていただいたり、はい、アイテムを集めたり、あの強い強敵を倒しに行って、まあ、アイテムをゲットしに行ったりですね、まあ、いろんな遊び方ができるんで、まあ、あの本当にあの自分が、手に入れたアイテムがもちろんあれば目的のエリアに行っていただいて回収をしていただく、はい、で、また新しいレアなドロップを引いて、武器を鑑定するみたいな遊びもできるんで、はい、まあ、そのあたりも、楽しみにしていただければなと思ってますと。はい、はい、はい、まだあと10分かそこら以上はできると思うので、はい、重量制限の概念あるって形なんですけど、はい、あります、うん、あります、実は重量、SL とかを上げてると、はい、重量制限がだいぶ上限あるんですけど、はい、ガトリングガンさっき見てたと思うんですけど、はい、あれと例えばロケランとかを装備すると、はい、重くて動けません、はい、いや本当に重くて動けないぐらいですね。なんでそのあたりはちょっとあの何を重視するのかっていうのはプレイヤーさんが選んでもらえればいいと思う。で、あと10分ぐらいで大丈夫なんですよね。ちょっと僕が見せたいところがあって、ちょっと一回こっち戻します。Oh, hey everyone. It's me, Kirito. Sorry I didn't notice you there. I hope you all enjoyed this video. If so, be sure to give the video a thumbs up. For every like we get, that's one level we gain. And for every subscriber we gain, we get one step closer to clearing this death game. Isn't that right, Kayaba? Sorry, you guys. He's a little tied up at the moment. Later!